Check the mic and make sure it sound right, boy. It sound right, boy. ミッシーフチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ミッシーフスタッフの金子です。今日はですね、本日発売の、コンバースタイムラインの新作をですね、ご紹介していきたいと思います。はい、こちらですね、コンバースの ASJ ヴィンテージ W トレーナーのハイカットということになります。商品名の意味としましては、コンバースのオールスタージャパンのヴィンテージモデル、ウェイトトレーナーというモデルですね。1959年に登場しました。当時はジャンプ力をアップさせる目的だったかと思います。ソールにですね、重りが入ったウェイトオールスタートレーナーというものがありましたけれども、あちらの復刻モデルとなります。で、当時は片足1キロぐらいあったみたいなんですけれども、今回は、重りなしの復刻モデルとなります。個人的にもですね、非常に注目しているモデルですし、ヴィンテージ市場でも非常に人気の高い、アイテムとなっております。で、今回入ってきた特徴としましては、つま、先こちらが紺色になっているというのが特徴ですね。重りの入ったオールスターはここが、紺色になっているというものなんですけど、それ以外にも、ヒールパッチですね、通称斜め、三つ星、対角三つ星ですかね、ものと、右足のターン裏、こちらプレイヤーズネームを書く、欄だったりとかっていうのがあります。で、アンクルパッチはですね、1962年にデビューしたこちらの、今の現行ものと一緒ですね、こちらが搭載されているものになります。自分はずっとですね、アンクルパッチがこのデザインで、この斜めの三つ星のパッチで、サイドステッチがないデザインっていうのは年代的におかしいんじゃないかなってずっと思ってたんですよね。で、これが入荷するにあたってめちゃくちゃ調べまくったんですけど、そしたら、このパッチ、このパッチ、ステッチなしっていうのが実は存在してたみたいなんですよね。おそらく1962年の、限られた短い期間で作られたモデルの復刻版なのかなというところが、分かります。で、個人的に、前々から言っていた、こちらのウェイトオールスタートレーナーの一番最初の最初期モデルの復刻版を、手に入れたいってなりますと、こちら、ちょっと前に、発売されましたオールスター J ヴィンテージの、59のハイカット、こちらですね。この、アンクルパッチがついてるやつです。こちらのつま先をもし紺色になんかして塗るとしたら、ウェイトオールスタートレーナーの最初期モデルの再現ができるのかなという、ものになります。なので、こちらはですね、最初期モデルではなくて、ちょっと後の62年ぐらいの、復刻版なのかなという、個人的な見解でございますけれども、非常にでもこちらすごい完成度が高いので本当におすすめですね。皆さん、ぜひです、店舗限定販売となりますので、ご来店の方もお待ちしております。オールスタージェヴィンテージの、ウェイトトレーナーハイカット、こちらご紹介させていただきました。またですね、次回もいろいろな情報をお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日のミスチーフチャンネル以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回のミスチーフチャンネルもお願いします。